ハロー YouTube、 誰かさんみたいなことを真似していました。皆さんこんにちは、池さんです。2020年、皆さんものすごい気になっているキーワードがあると思いますけども、そのキーワードとはこれ、雪不足。2020年、まあ全国的にね、記録的な雪不足で、昨今スキー場はとか雪祭りはってすごいキーワード話題になってるかと思うんですけども、この1月から日本屈指の豪雪地帯である、ここ新潟県湯沢町にね移住しました、2拠点生活を始めた僕からですね、2020年の1月17日現時点での雪情報と、それからスキー場情報、そして今後の対策みたいなものをね、少しおしゃべりしてみたいと思います。ご覧の通りですね、こちら、僕の今ね住居兼オフィスはスキー場の目の前にあります。なのでもう、毎日スキー場を見ながら仕事をするという、こういう環境を手に入れたわけですけども、まあこれが幸か不幸か、目の前にスキー場があるので、もう露骨にですね雪の状況っていうのが見えてしまいます。で、実際今僕の家の前にあるのは岩っぱらスキー場というところなんですけども、実際ね今日1月17日現時点での積雪はなんとわずか40センチしかないです。40センチですよ、スキー場が。岩っぱらスキー場ってかなり標高が低い山ではあるんですけども、それでも、だいたい100センチ130センチぐらいの積雪は例年1月のね今日このぐらいだとあるんですけども、まあ今現時点で40センチしかないという状況です。岩っぱらスキー場、それでもねちょっと標高が高いので上の方とかは結構雪質はいいコンディションで滑れます。それからこの湯沢エリアで、ナイターをやっているのも今岩っぱらスキー場だけですね。他のスキー場は基本平日ナイターはほとんどやってないところもあるんですが、週末のナイターも中止してしまっているという状況です。それから、近所にある中里スキー場、こちらがね両方とも積雪は40センチです。この湯沢界隈の標高が低い山で一番積雪があるのが神立スキー場。神立スキー場、今日時点での積雪は110センチですね。金曜日の夜、土曜日の夜、日曜日の夜かな、ここも週末限定ですがナイターを開催しています。神立スキー場のナイターは夕方6時から深夜2時、昔はね実は朝の6時までってやってた、まあ要は24時間ナイターなんていうのをやったんですけども、まあそれは中止になりましたが、それでも深夜の2時までやってるので、金曜日の夜出て、到着すればなんといきなりナイターから滑れるっていうね、類まれなスキー場なので、ぜひ遊びに来てみてください。次に神楽スキー場、神楽スキー場も130センチですね。この辺りのスキー場の中では一番積雪量があるスキー場です。ですが、例年もう1月には、神楽スキー場って言ったら2メートル、多い時には3メートルぐらいまで一気に積もってしまう山なので、やっぱり例年よりも半分ないし3分の1ぐらいしか積もってない状況ではありますが、この辺りの山の中では一番豊富に雪があって、もう全コースオープンしています。昨日、僕動画でもアップしましたけども、やはり標高のある山に行けば、積雪はね十分ありますので、なるべくこの湯沢エリアに来られる方もなるべくまあ標高の高い山を選ぶようにすると、雪の量っていうのはまあさほど心配せずに遊ぶことはできるかなと思います。ただしやはり雪のあるところに多く人が集中してしまう傾向にはあるので、どうしても混雑は避けられないですね。人はいっぱいいますけども、雪もたくさんあるので、いっぱい楽しめるんじゃないかなと思います。さらに奥に行った苗場スキー場。苗場スキー場、実はそれでも70センチ。1月の頭で90センチあったので、やっぱり20センチぐらいもう雪が減っちゃってるような状況です。苗場も今、全コースはオープンしてないですね。18コースぐらい、4分の3ぐらいは空いてると思うんですが、ここも人はすごく集中しがちなので、怪我とかね事故のないように皆さん楽しんでもらいたいと思います。この2020年の記録的なこの雪不足、これの原因は何かというと、まあ毎年
この時期になると北極の、ね、北の方にある強い寒気団があって、まあ、それが本来もっとこう南下してきてね、北海道とか東北にこう覆いかぶさるように降りてくる、その寒気がですね、実はずっと北極の方、上の方に停滞したまま降りてきてないということが原因で、なかなかこう雪を降らせる雲がね来てくれないっていう、そういうのがあるそうなんですけども、でこの寒気ってじゃあどこ行ってんのかっていうと、偏西風の影響で北米に行っちゃってるらしいですね。北米、いわゆるあれですね、カナダとかアメリカなので、実は今年北米エリアはめちゃめちゃ豊富に雪降ってて、すごく調子いいそうです。僕の友人のカナダのバンフに住んでいる友人はね、明日はマイナス30度だからもうスノーボードやんねえって言ってる人がいたりするぐらい、めちゃめちゃ寒い寒気が向こうに行っちゃって、たくさん雪を降らしてしまってて、それが日本に南下してこないっていうね、そういう状況だそうですね。困ったもんだ俺。そしてすごく残念なことに、まだ2月の上旬ぐらいまでしばらくこの状況が続いてしまうっていう予報なので、そのなかなかね寒気が降りてきてくれないことで、この雪不足、消雪の傾向っていうのは続くんじゃないかと言われています。明日ですね、18日土曜日は全国的に雪マーク、しかもなんか東京も降るらしいみたいなことで、あの雪が降りそうな傾向ではあるんですけども、やはりまた来週にかけてあまり雪が降らないという予報が立ってしまっているので、ちょっと気になるところではあるかと思います。そしてね、もう一つ問題点がありまして、この雪不足のおかげで、ちょっとこれは新潟エリアの限定的な情報にはなるんですけども、すごくスキー場、それから宿泊業、そして建設業、この大きな三大業界にものすごく大きな影響が出ていて、で新潟県がですね、緊急融資を行うという事態にまでなっております。特にスキー場系、それと、建設業ですね、除雪作業をされる建設業の方々が全くもう食いっぱぐれ状態になっちゃってるそうなので、緊急融資っていうのが施行されました。さらにですね、南魚沼市の情報になるんですけども、宿泊業の多くでキャンセルが多発していて、先週の1月の3連休なんかは5割から8割の、ね、キャンセルが続いてしまっているということで、実はこのスキー場と連携して営んでいる宿泊業の方々にも大きな影響が出ているということです。すごく深刻な状況です。まあ、実際スキー場への影響ということですけれども、ウェザーニュースの情報によると、2019年昨年度の現時点で日本全国のね400近くあるスキー場のうちの 90% がオープンしていたそうなんです。ところが今年2020年はなんと 67.5% ということで、現時点で3分の2ぐらいのスキー場しかオープンできていません。しかも、全コースオープンしているスキー場はほとんどなくて、一部滑走可能という形で、強行突破しているというかね、なんとか無理くりスキー場をオープンさせているところが非常に多くてですね、この辺だと例えば石内丸山とか舞妓スキー場なんていうね有名なスキー場があるのですが、舞妓なんかもねロープウェイで上がった上の方のエリアしかオープンできてなかったり、石内丸山もそうですね、どこのスキー場もそうなんですけども、やっぱり標高の高い上の方のエリアしかオープンできなくて、そこまでロープウェイで行って滑って、またロープウェイで降りてきてくださいっていうような形で、なるべく少しでも皆さんに遊んでもらえるように、なんとかスキー場をオープンさせているというような状況が続いています。湯沢町2拠点生活を始めた池さんから、地元から発信する雪不足スキー場情報でした。それではまた、バイ。